国大会で一番の1位ナンバーワンですよ。ナンバーワン、オンリーワンよりナンバーワンですよ。タツくんの稽古風景を覗いてみました。やっぱり大きい。道場の中で誰よりも存在感を示していました。体の大きなタツくんにはコーチや OB らが稽古をつけます。昨年は4回戦で惜しくも敗れてしまったタツくんですが、小学生で最後となる今大会はナンバーワンを目指して頑張ります。タツくんの初戦の相手は天理の田辺くんです。万全の相撲、178センチのタツくんに敵はいません。いよいよこれから6年生の3回戦が始まるんですけどね、その前にこの支度部屋で、6年生の力士たちが気合を入れて、試合の準備をしてますので、ちょっと覗いてみます。目標なんだっけ、どこだっけ。優勝。目標優勝。よし、頑張ってね。去年優勝したということで、はい、今年ももちろん目標は優勝です。優勝、はい、俺の他にも こいつが強そうだなっていう、そういう選手います。背のでかい人や体の大きい人が、はい、夏くんが大きいしね。あと石川県も大きい子多いね。はい、どうですか、意気込みを。全部勝てるように頑張りたいです。はい。それでは今大会で一番長身の選手に、お話を伺ってみたいと思います。タツくんの一番のライバルは誰ですか。まだよくわからないですけど、一番対応したいのは幼いくんです。幼いくん、ああそうか、幼いくんは去年の横綱だ。今年は何としても幼いくんを倒して優勝したいです。頑張ってね。なんかこう力士にインタビューしてるみたいですね。はい。タツくん好きな食べ物は。好きな食べ物は魚のマグロです。マグロ、はい、はあ、じゃあ今日優勝して美味しいマグロ食べたいね。はい。マグロの握り寿司なんかどう。もう最高ですね。最高ですね。こうやって支度部屋に来てわんぱく力士の顔を見るとみんなに勝たせてやりたいですね。の4回戦、ここまで安定した相撲で勝ち進んできました。相手は平賀くんです。タツくん胸を合わせて寄っていったんですけれども、相手にうまく体を入れ替えられて寄り倒されてしまいましたね。タツくん、まさかの4回戦敗退です。優勝目指したのにね。はい。ああ、そうか、悔しい。はい。そうか、これからも相撲続ける。はい。どんな力士になりたい。地元の輪島さんみたいな。ああ、輪島さん、大横綱輪島さんですね。じゃあ輪島さんのように強くなれるように頑張ってね。わかりました。はい、じゃあね。はい。佐藤夏くん、ベスト8